ジョルジュ・ブレギー、ジョルジュ・ブリージー、1958年1月17日台は、スイスの元サッカー選手、元スイス代表、ポジションはミッドフィールダー。1975年地元のクラブ、FC ・ラーロンでキャリアをスタートさせる。そこで4年間プレイし、1979年、FC ・シオンに移籍する。すると彼はすぐに、チームに欠かせない選手となり、 1979-80-1981-82シーズンにスイスカップで優勝。1983-84シーズンにはリーグで21得点を記録し得点王となった。1984年ブレギーは BSC ヤングボーイズに移籍。2年間プレーし、1985-86シーズンにスーパーリーグで優勝。その後、 FC シオンに戻り、そこで50試合26得点を記録。1987-88シーズンの途中、スイス2部の FC マルティニに移籍。半年ほどプレーし、FC ローザンヌへ移籍。2年間プレーし、1990年、再び BSC ヤング・ボーイズに移籍。4シーズンプレーし、クラブでのキャリアは、ここが最後となった。 1984年から1994年にかけてスイス代表として54試合に出場し、12得点を記録した。一度は代表を離れたものの、1994年ワールドカップ予選で監督のロイ・ホージソンによって呼び戻され、5年ぶりに代表に復帰した。ブレギーは36歳のベテランとして1994フィーファワールドカップに出場。 アメリカ戦ではフリーキックからゴールを決めた。同国代表はグループリーグを突破したが決勝トーナメントスペイン戦で0の3とされベスト16で大会を終えた。ブレギーはスペイン戦を最後に現役を引退した。引退後 FC ラーロンで選手兼任監督を務める。その後 UEFAA プロライセンスの所有者としてローザンヌ FC トゥーン FC チューリヒで指導。2003年からはプロサッカー界を離れ、アマチュアチームで指導しながら保険のコンサルタントとして働いている。ありがとうございます。